道南の江差町にある道立江差市高等看護学院で、学生が教員からパワーハラスメントを受けたと訴えている問題。教員が前に勤めていた門別の学校でも、パワハラがあったと、卒業生が証言しましまた学生の間ではサンドバッグと言われて、ある一定の学生がターゲットにされたときには、全く返事もしてくれないし。 こう証言するのは同立門別高等看護学院の卒業生ですパワハラをしていたという教員はその後江差市町の看護学院に移動そこでも学生へのパワハラが問題となっています別の卒業生も 殴りをきるように始まって、あとはなんか、あんたたちみたいなバカには言っても分かんないだろうけどっていうようなことは結構、口癖みたいに言われてたんですよね、あとは、退学にするよっっていうのが口癖だったりとかこの教員に同調して、他に7人いる教員のうち4人が、学生にパワハラをしていたと話します。教育室の方で先生たちのすごいなんか 笑い声が聞こえて、なんだろうと思って耳しましたら、ねえ、ちょっとあの子、ついに泣いたわよ、遅かったわね、やっと泣いたわ、というふうに、教員同士でその子が泣いたっていうのを笑い合ってたんですよね。唯一、学生を擁護してくれた教員もパバハラの標的になってしまったといいます。 っっってていいう状態がヒートアップしちゃゃさらにひどい腹に受けちゃうんじなかた卒業生によりますと、紋別の看護学院の学生も、当時、道に対してパワハラの実態を訴えましたが、対処してもらえなかったということです。 網走の看護学院で実態を調査しています。